今入りましょう。涼しい。メニュー見ていきましょう。北郎寿司行ったことある？ない。あ、そうなんだ、うん、バンコクでも、まあ、バンコクなんて全然もう全然行ってないよ。シラチョでもさ、お寿司屋さん初めて。そうだから楽しみよ、楽しみ。この本日のおすすめとかさ、うん、すごい達筆ね。達筆でしょ、うん、すごい日本だね、ここ本当に、うん、ね、タイに兜あるのみたいな、ね、すごい、すごい、ありがとうございます。すごい煙が、いや、いや、ちょっと待って待って、すごい感動。今日は贅沢します。よし、食べちゃおう。いただきます。何から、白子からいく？おお、プリプリ、うん、プリプリ。これ一人何個？うん、美味しい、めっちゃ美味しい、贅沢。あの冷凍のお水っぽい感じが全くない。うん、カニ味噌、うん、おほら、なんか味噌と身があえてあるみたいな、うん、めっちゃ美味しい。濃厚？濃厚。おー、すごいね。美味しいでしょ。美味しい。ただいま。まあ、海がさ、見て、この本当塊で一個ずつ乗ってる。いただきます。うん、美味しい。なんかお肉炙ってある、あの香ばしい感じ、でも日本でもさ、なかなかこんなさ、お肉とか食べれる、うん、ないよ、うん、ポテトサラダちょっと食べました。ちょっとがない、ちょっとがない、おいしい、うん、贅沢にポテトサラダにイクラが乗ってるし、うん、まあ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 、うん、ちょっと食べてまして、我慢しきれず、ちょっと残念をした。うん、そうなんだ、うん、会食で、うん、どう入国して
今何ヶ月だっけ。今3ヶ月目。うん。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。なんかローカルの旅が好きだから、あんまりそんなにギャップはなくて。毎日が刺激的に楽しい。そうだね。おお。なんか異文化を知れるっていうのがすごい楽しい。うん。タイの人もすごい日本人にフレンドリーだから、いろいろ教えてくれて、うん、屋台のおじちゃんとか結構喋りかけてる。へえ。何回か行ってる屋台の人たちだと顔覚えてくれると、今日何するのみたいな。うんうん、メニューとかこれこれとか最初は言ってたんだけど、うん、メニューも全部タイ語だと分かんないじゃん、うんうん、だけどガパをアーハンとか言って、うん、2枚かとか言ったら海鮮炒めあるよみたいな感じで作ってくれたりとか、うん、あとこれはなんていうのとか言って文化を教えてくれたりとか、うんうんうん、基本でもなんかあれだよね、ボディーラングイッチっていうかさ、うんうん、気持ちで伝えてるよね気持ち勉強してるし日本でもしてきたから、うんうん、ある程度単語をくっつけて喋ったりすると、うん、今度も何十倍も返ってくるじゃん、うん、タイ語で、だからそうするとあごめんなさいごめんなさい分かりませんみたいなえとかはとか言われて心折れそうになることないの。私が気にしないからか、うん、気になるのはちょっと待って分からないみたいな、待ってね他の伝え方あるからってググってやっぱ最初ねみんな家から出るのも不安な人も多いと思う、うん、あね、そうそう、それも、ね、うん、結構聞くもんね、うん、私は多分ちょっと普通の人より、ね、特に感じてる分心の準備が整うまでの時間があったから、うん、そこでこうインスタとかでだんだんこうタイの生活を把握する期間が長くて準備期間があったからいいけど、うんうん、もうパッと決まってパッと来てる人とかは予備知識がないまま生活するとなんかもう心折れちゃうようなことはあるかもしれない、うんうんうん、友達作りはどうしての日本人の友達とか。うん、今の時代は SNS とかだよね。うん、インスタでいろいろ投稿してくれてる人に質問したり自分が今日やったこととかをちょっと投稿すると反応が返ってくるからそこでこういろいろやり取りして話の流れでありましょうみたいな。美味しいです。全部美味しい。ちなみにこれわさびっておろしてますか。そう、これ生おろしわさび。やっぱり全然味違いますもんね。なかなか生わさびないような気がする。このサラダ美味しいよね。うん、美味しかった。うん、タイのジャガイモって美味しいよ。うん、あ、これタイのジャガイモです。そうよ、そうよ、そうよ。日本のジャガイモより圧倒的に美味しい。甘くなってるよね、なんか100日祝いとかもできるらしいよ、みたいな。なんか要相談みたいな。食い止めとかしたかったら相談したら、なんかちょっとしたタイの丸焼きとかはしてくれますか。そういうお祝いができる場所がシラチャにないからさ、うん、家族のお祝い事とかイベント的なのは相談してくれればご協力できるかな。ちなみにあのコース料理とかってあるんですか。それともいくらでお願いしたいんですって言ったらやってくれるんですか。じゃあ結婚記念日のお祝いとか言ったらやってくれる。おお、なんか恵方巻きやってるんやって思いました。ああ、バンコクは恵方巻きやってないかな。恵方巻きもね、美味しそうだよね。助かるよね、自分で巻くより絶対美味しいし。あ、お寿司来ました。おお、すごい豪華。やばいね。タキはわさび抜きです。思ってるんだと全然違う。ねえ、違う。うん、うん、ふうん、すごい歯ごたえ。これです。うわぁいくらついてる。うん、うま。サーモンいきます。うん、めっちゃ肉厚。うん、はい、うん。あカリ、中がジュワって感じ。へえ。これうな重にしてほしい。うんうんうん、うん、ということで今日はゆうこさんの近況も聞きながら北道寿司さんでたくさんご飯を食べました。全部美味しかったね。全部美味しかった。北道寿司のだけあってやっぱ寿司めっちゃ美味しいし、うんうん、それだけじゃなくて一品料理も
本当ファミリーから接待で使われる方まで、うん、ぴったりなメニューが豊富で使いやすいかなと思いました。うん、飲み物もいっぱいあるしね。うん、サワーとかもさ、いろいろあったよね。梅酒とか飲酒とか、うん、なんかファミリーとかで白茶の人はイベント、土曜の牛の日だったり、うん、節分とか、うん、奥ね、そう、うん、とかもメニューにはないけど、あの相談したらやってくれるっていう話だったんで、わざわざバンコク行かなくても、うん、お食い染めできるんだったら白茶でお食い染めしたいよね。したい、近い方がいいもんね、ちっちゃい赤ちゃんだったら、ね、そうコース料理も、うん、すごいね、何でもやってくれるっていう、すき焼きとかそういうお寿司屋さんでやるみたいなのも全然対応してくれるって言ってたから、うんうん、全室個室で基本的にはそこもいいかなと思います。りおこさんのこれからの体生活頑張ってください。はい、頑張ります、はい、楽しみます。ということで本日の動画はいかがだったでしょうか。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。最後に言ってみたら、なんだっけ、チャンチューヨーコーカー、違うやるんごらいこうごサブスクライブ具合なかうん Yeah!